どうも皆さんこんにちは。ポケマゼ続きプレイしていきます。オーダー691、リーダーはモクロ。真ん中辺にポップコーンとトマトが炭酸ですよね。なので炭酸を先になるべく解除してあげて、これで全部解除できましたね。そしたら先に上側消しますか。でトマトは得意ギミックなんで直接入れられて、でいいかメガホンでスキルとダブりました。ちょっともったいないですね。7手残しで三つ星いきます。これもスキルを1個か2個作って、ポップコーンは横消し1個でいけそうですね。あとはトマトを得意ギミックで連れてってあげれば OK です。オーダー692、リーダーポッチャマ。バターがなるべく増殖しすぎないように隣接で減らしていきたいところではありますね。そうしたらこれで右側のバターは消えます。左側が厄介ですね。左側がこれで今回増殖しませんでしたので隣接で消せます。バターさえ消してしまえば、あとはチョコ消して、でチョコとナッツ消して、後手残しで三つ星いきます。これはど真ん中ですね。真ん中塞がれた。これどうしようかな。真ん中開けます。で、すべてのギミックを消してスコア稼いでクリアです。オーダー693、リーダーはゼニガメ。これ缶で上下分かれちゃってるんですね。ちょっと厄介な気がしますね。どうでしょう。でもオリーブオイルわざとこれ出してあげれれば、いやそうでもないか。一旦こういきますか。で、あとはスキルをもう一個を作って一掃する作戦でいきましょうかね。下の方はあんまり触れないようにしておいて、でこれで、全部は無理だとしてもある程度はこんな感じかな。とりあえずオリーブ全部消しました。で残りの缶を消して4点残しで三つ星いきます。これあれですね、ゼニガメのレベルが15まで上がってる方はオリーブが得意ギミックになるはずなんで、もっと楽になると思います。
自分は今レベル14なんですよね。であと3手オリーバーも隣接で消すしかない。うん、でスキルで缶消して、でオリーブ消してクリア。一応レベル15まで上げてなくてもクリアはできました。オーダー694、リーダームックル。これ角砂糖得意ギミックではありますけど、得意ギミックで消しちゃうとバラバラになっちゃいますよね。それがちょっと嫌ですね。なので角砂糖少し残した状態でホイップある程度まとめて消した方が多分やりやすいんじゃないかなと勝手に思ってます。でここはまとめ、まとりあえずグミはね絶対解除。うん、あとは得意ギミックだけでいけるので、あーまずい、重たくて下まで持っていけませんでした。結構ムックルと重いんですよね。はい、4点残しです。そうですね、上を一旦消して、でホイップをまとめ消しして、であとはスコアを少し稼いだ後に最後得意ギミックで消しましょうかね。はい、で最後ムックル、ちょっと重たいんでそこは注意しながら、こんな感じでしょうか。オーダー695、リーダードダイトス。下にケチャップが24とバジルですね。スキル作って一掃が基本だとは思うんですが、いかんせんちょっと量が多いので、ある程度は隣接でも消したいですね。キテルグマが18、あんまりケチャップ上に持っていきたくないですね。あとね、そしたら、うわ上行っちゃったな、全部は無理ですけどある程度は消しましょうか。バジルはこれで入りました。なるべく隣接させて、あとは全部1回の隣接でいけますね。あー1個だけ隣接できてない、2個か。はい、3手残しで三つ星いきます。まあ事前にスキルは作っておいたんで、ここはスキルをうまく使ってケチャップを全部消しますと。あとはせっかくの得意ギミックですので、バジルを入れる、あと1枚。はい、オーダー696、リーダーはヒコザル。見た目はシンプルですね。スキル作ってチーズ壊してあげればエミリクシェイカが合体しますよっていうことだと思います。
なのでまずキャラメルを減らしますね。キャラメルをなるべく減らしてあげて、そしたらまず左から行きましょうか。こうか。これで左側のミルクシェイカーは合体完了。あとは右ですね。そしたらチーズ壊して、で合体ですね。でスキル1個作っておいて3手残しです。左側のチーズを壊せばもう合体自体はしますね。なので右側だけキャラメルを減らしておきましょうか。でここでもうスキル使って、でミルクシェイカーは合体、あとは隣接のみ。オーダー697、リーダーはキレイ花。得意ギミックオリーブではありますが、キレイ花場にほとんど今いないので、これ下側はもう隣接で消しちゃいましょうか。氷はねオリーブオイルに包まれることはありませんので、むしろ凍ってる間にやってしまった方が楽かなと。で上を解除してあげて、そしたら綺麗花の得意ギミックをうまく使って消せるオリーブは消していきます。でここも溶かしてあげて、ちょっと綺麗花が少ないですね。隣接液する分は消しちゃいます。あとはここでまとめて消してクリアですね。7手残しで三つ星いきます。これはそのまんま合体じゃなくても大丈夫か。これで氷とオリーブ、一部は包まれてしまってますが、うまいこと隣接でも得意ギミックでもっていう感じですね。スコアを稼ぎます。あとはオリーブ2個。オーダー698、リーダーはプラスル。いちごとマヨネーズと中にナッツとトマトでしょうか。いちご割り優先的に隣接させていきたいですね。このいちごは結構場所取りますからね。そうこうしてるうちにマヨネーズのも中身だんだん出てきますので、はい、いちご優先でいいと思います。とにかく丁寧にいちごを隣接させていって、あと1回ですね。だから5ターン絶対必要ですよね。はい、これでいちごは終わりました。ということでトマトをなるべく入れて、でマヨネーズの中身出して、トマト入れる入れる入れる、ナッツがあと5。あ、もうでも出てますね。もうすべて出てますので、うまいことスキルを使ってメガホン使って5手残しに三つ星いきます。
それは一番下に多分隠れてますね。ですよね。トマトは終わり。で、ナッツ。で、あとはスコア。オーダー699。リーダーはゼニガメ。オリーブ、野菜、ポップコーン。そうですね。オリーブオイルを解除していきながらになるとは思うんですが、オリーブが破壊されるたんびにオリーブオイルに包まれると。なるべく効率よくやっていきたいところではあります。さあ、野菜も結構ありますね。野菜が11。そうですね、野菜があと5。まだオリーブオイル包まれてますね、ポップコーンが。で、野菜があと4。はい、スキルは1回も使いませんでした。後手の腰に三つ星いきます。左側ですね。あれ、スキル多分上に隠れてますね。これで得意ギミック使ってポップコーンは全部消せると。そうですね、で、あとはオリーブと野菜が1個ずつ。で、野菜は終わり。で、オリーブ隣接してクリアですね。ということで、スキル1回も使わずにいけました。もしゼニガメのレベルを15まで上げていると、オリーブも得意ギミックになりますので、クリアしやすくなると思います。オーダー700。リーダーはポッチャマ。うわ、いやらしいですね。とりあえずバターを右側、バターをとりあえず消して、で、今オリーブ壊したことによって真ん中の通路が開きましたんで、今のはわざとです。そしたら少しでもバターを消しましょうかね。全部は無理です。これバター裏を返せばね、オリーブオイルに包まれてる間はね、増殖しないんで、まあそこを逆手に取ったやり方も面白いかもしれませんね。だいぶ減ってきましたが、まだ地味に残ってるな。とりあえず隣接に行ける分はもう行っちゃいましょうか。よし、これでいい感じで、バター終わりました。あとはオリーブだけ。はい、後手残しで三つ星いきます。これはもう迷わずにまた優先的に消して、あとは残ったオリーブですね。左側のピクルスは閉じたり開いたりしますので、しっかり消してあげて、で、残ったオリーブを隣接で消してクリアです。このポッチャマもレベル15まで上げていれば、バターが得意ギミックになりますので、はい、どうしても厳しい方はレベル15まで上げるといいと思います。これで今回の追加オーダー、
676から700まで、すべてノーアイテム三つ星チャレンジクリアすることができました。そしてマスターカフェモードです。次回は2月9日来週ですね。はい、では今回はオーダー691から700でした。ここまでご覧いただきましてありがとうございました。